お、噂の特別編入隊員か。ちょうどよかった。これから3人1組で参加する訓練があるんだが、一緒にどうだ。え、何のことだよ突然。3人1組の訓練って？女子との海洋訓練、砂浜での特別フラッグ戦だ。特別スペシャルな訓練ってことか。それに砂浜ということは、もしかしなくても水着。ほらほら、こっちこっち、張り切っちゃおうかな。輝くわよボーイズ。もうそんなに見ないで、なんか恥ずかしいな。ブレン？先輩くん、行くぞ特別。おお威勢がいいな。これは心強い。よし、水着の特別訓練だ。行くぞ先輩くん。僕は。照れるな照れるな。いやー、なかなかどうして突入盛りだな先輩くんも。決定、よろしく頼むなお二人さん。勝手に、もうしょうがないな。とにかく行くぞ先輩くん。キラキラ輝く砂浜が俺たちを待ってるぜ。共に鍛えよう。行くぜ。ボーイズ、フラッグ防衛の訓練を始めるわよ。ガールズからフラッグを守りなさい。あれ、ディアナ教官、水着じゃないんですか？なぜ？どういうことかしら？それは女子と砂浜で特別訓練と聞いたので。確かに伝えました。マックス、それを言うと勘違いするおバカさんが出るじゃない。ボーイ、砂浜で訓練するだけ。勘違いよ。残念だったわね。そんなことだろうと思った。ゴー！俺たちの夏が終わった。なんかモヤモヤする。始めようか。あれ？水着なの？言わないでくれ。動きに差が出るぞ。どうだ女子、お前はいいから。そんな格好じゃ怪我するよ。もう捨てる。そうだよね、心が怪我してるよね。男子たち意外と強い。水着効果とか。まさかね。絶対か！研ぎ澄まされるエグスターマル、最高だ。だからお前はいいから。ブレ、わかるよ、すごく。女子たちに告ぐ。空が青いのはなぜか、太陽が眩しいのはなぜか、水着を輝かせるためだ。そう、今からでも遅くない。水着見たぞ。
たとはいえ強いわね。無駄な装備は脱ぎ捨てよ。共にエスズサーマルを研ぎ澄まそう。エネルギーが見たいだけでしょ。何が悪い。望みは純粋なんだけどな。忍者くらえ。ようこそ
頼りにしてよ。決めてくぜ。戦闘訓練を開始。設定力を排除してください。クレナイ族の増援を確認しました。頑張ろう。行くぜ。実戦訓練を開始します。敵勢力を排除してください。
頑張ろう。行くぜ。フラッグ防衛訓練を開始します。フラッグを防衛してください。
適正力の増援を確認しました。出てよ、ぶち込み。フラッグ防衛訓練をクリアしました。やべえ。相性いいよね。